住紳一郎の日曜天国。おはようございます。8月27日日曜日、朝10時になりました。安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。今日ももう気温が30度まで上がってますね。ただ連日もう熱帯地方のスコールみたいな雨が1時間くらいバーッと降りますね。そうですね。夏らしいといえばそうなんですけども、天気予報もね、晴れマーク出ててもなんか降ったりする時ありますんでね。今日の関東地方、雲広がりやすく急な雨雷に注意してください。東京の降水確率午後 30% 夜は 20% です。予想最高気温、東京宇都宮で32度、横浜熊谷前橋で33度、千葉で31度、水戸で30度です。東京では7月6日から52日連続で最高気温が30度を超える真夏日となっています。2004年の40日連続を大幅に更新し続けています。52日連続で30度を超えているということですね。そしてこれまだしばらく続きますよね。明日月曜日の関東地方、曇り時々晴れ、内陸部を中心に夕方以降にわか雨に注意してください。週間天気予報を見ましても、東京はこの1週間ずっと晴れマークが並んでいますね。最高気温も明日35度、火曜日35、水曜日35、木曜日35、金曜日34、土曜日33になってますね。適当につけたんじゃないかって、それぐらいな気持ちになりますけど。そして台風9号ですが、フィリピンの東にあって今後猛烈な勢いに発達しながら北へ進む見込みです。先島諸島では大しけに注意が必要。台風10号は日本の海上を東に進む予想で、本州に直接の影響はなさそうです。今年の9月10月も例年より気温高めに推移するという長期予報出ましたもんね。もう何をか言わんやという感じですが、そうですね。まあ暑さ寒さに負けず元気に暮らしましょうということですね。それからお便りが来ていますが、この方はスイスにお住まいの方なんですが、年齢一つ上さんですね。先週の放送で中澤さんがイタリア旅行に行き、日本にお帰りになった際、はい、航空会社に預けた荷物が到着しなかったという話を耳にし、ここは私の出番だと思いメールをしたしました。その後届きましたでしょうか。おかげさまで火曜日に届きましたですね。はい、そうですか、はい、それは宅配便で届くんですか。宅配便で家に3つまとめて届きました。そうですか、はい、よかったですね。よかったです。とてもほっとしまして、一つは南京錠が壊れた状態で、一つは中身がどう見ても見た上でかき混ぜて入れ直した状態で、あとの2つはさほど変わらず入れた状態で届きました。よかったですね、はい、なんか今となってはね、宅配便で届いてよかったなみたいな気持ちにもなったりするみたいですよね。まあ当然ね、すぐ荷物は手元にあった方がいいけれどっていうことですよね。あ、そうですね、手ぶらで帰れたっていうのはありましたね。これでもね、2ヶ月3ヶ月届かないって人もいますからね、そうですよ、本当に。ここは私の出番だと思いメールをいたしました。まあ、ありがとうございます。今から30年ほど前、私は航空会社の手荷物サービスセンターに勤務していました。そこでの仕事は毎日未着手荷物の捜索や壊れたスーツケースの修理手配など、未着手荷物っていうんですかね、未だつかず未着手荷物の捜索や壊れたスーツケースの修理手配など私のせいじゃないのに毎日怒られるという、当時20歳そこそこの若い娘には精神的にはかなり厳しい職場だったことを覚えています。そうですね、この方はそうか、そういう航空会社のセクションで働いてたのね。そうかそうか。
中澤さんのようにフランクフルトでの乗り継ぎも1時間くらいしかなくて走ったし、それで荷物が乗らなかったのかなという正しい状況判断ができるお客様はほんの一握りです。あら褒められてる。ねえ、うん、放送上はですよ ね、 そうね。中澤さんもしかしてフランクフルトでね、もうねすごい人殺しそうな勢いではちゃめちゃに怒り狂ってたかもしれませんが、まあ、放送上では落ち着いていらっしゃいましたが、正しい状況判断ができるお客様はほんの一握りです。ほとんどのお客様はとりあえずめちゃくちゃ怒っています。わかります。長旅の最後、お土産の入ったスーツケースが届かない、本当にがっかりですよね。荷物が乗らなかった原因は乗り継ぎ時間が短かったことの他にも、カバンにつけていた行き先を表示したタグが取れてしまい、どの便に乗せたらよいかわからなくなるケース、はたまた行き先のタグがついているのに全く違う便に乗っかってしまうこともあります。かと思えばきちんとお客様と到着地についているのに、他の人が自分のスーツケースだと思い込み間違って持って行ってしまうケースが多いようです。中澤さんが未着手荷物の手続きにはいろいろ聞かれるんですよとおっしゃっていましたが、カバンに鍵がかかっている場合は鍵自体をお預かりすることもあります。それはなぜかというと、これは未着手荷物をお客様にお返しするためには税関検査を受けなければならず、当時は必ず税関職員の前で荷物を開け代理通関を行っていました。その際カバンの中に日本への持ち込みが禁止されているものが入っていた場合は没収となります。ワシントン条約で禁止されているものや偽ブランド品などもその対象ですが、一番多いのは雑誌 DVD です。その場合はお客様に必ずお伝えしないといけないので、電話口でお荷物の通関が終わりまして本日配送に出しますが、日本に持ち込めないものがおカバンの中にありましたので、これは没収となっておりますと、やはり悪いことをすると神様が見ているということなのでしょうかね。手荷物事故起こってほしくはありませんが、残念ながらいつでも起こりうる可能性があります。2日分くらいの下着や薬は機内に持ち込みにする、または預ける荷物には必ず名前と住所を書いたタグをつけるなどの対策をお勧めいたします、という ね、 そうなんですね、航空会社にお勤めの方。なるほど。いや、代わりに税関の手続きをしてくれるっていうことなんですね。そうだったんですね。代理通関していただいたんですね。はい、雑誌や DVD を、はい、没収になるんですね。あれ知りません、これ雑誌 DVD の。あ、知らなかったです。あ、知らない、ええ、あ、そうですか。雑誌 DVD の内容によるんですか。それ聞きますやっぱりそうよね。なんだって。あ、そうなんだ。いや、ほら夏休みでキッズたちも聞いてるから私言いたくないわやらしい雑誌ですよへえ、そうなんだ。成人向け雑誌ですよ。はあ、信じられない。何が信じられないですか日曜日の朝から言いたくなかったわすいません。あ、そうなんですか。そんなに持ち込むんですね、やっぱり。知らないよ、聞いたこともないものそうなんだ。ねえ、とっておきの話しちゃおうかなでも絶対ネットニュースに書かれるから話したくないけどな。お願い、なんだろう、スポニチの下柳さん、お願い、これだけ書かないでこれ書かれるときついから言うべきか言わざるべきかプリーズ下柳さん、プリーズプリーズプリーズ、世の中を信じていいのか、いいのか、どうだ、行ってみるか。よし、行ってみるよ。やった、行ってみよう20年前ですよ。ずいぶん前の話になりますけど、私海外出張入ってて、当時結構なんか毎日ちょっとスケジュールが変則的で忙しくて、でよく近所のビデオ屋さんで7泊8日の DVD をよく借りてたんだよね、昔はね。今はあんまりもう皆さん使わなくなりましたけど、昔はもういいね、仕事帰り毎日のように DVD 借りていろいろ映画とかね見て、で7泊8日にするとさ390円とかで安かったんだよね。そうでしたよね。そう、はい、でもで6本セットとかで借りれるんだよね。そうでしたね、で行ってさ6本セットでよく借りてたわけ、ところがほらあれさ、延長料金が異常に高くて、そうで延長料金1泊すると600円ぐらい取られるから、それ6本の3600円とか取られちゃうんだよね。それでもう期日ギリギリになってて、で
今日の朝返さなきゃ絶対ダメと思ってたから返そうと思ったの。それでちょうど海外出張の出発の日だったから、はい、成田空港に向かう足でそのレンタルボックスのなんか朝早くの返却ボックスってところに行ったら、ね、返却ボックスがなんか今日は都合でダメですって言われちゃって思った俺はこの何この DVD を6本とか7本持って海外に出張行くのかと思っていろいろ考えたわけ。そうね、ケチだからさ、うん、駅前のコインロッカーとかに入れてもね、うん、6泊分ってなると結構延長料金かかるしなとか思ったりとか、うん、でまずもうそのビデオの延滞料金で頭がバーってカーってなっちゃったわけ。 そうですね、そんな海外出張行って帰ってくるの4日後とか5日後だから、ね、はーと思って、うん、なんだこれなんて思って、いや参ったと思って、でももう仕方ないからと思って、もうちょっとでもケチった方がいいからと思って、よしこれも俺持ってくわと思ったら、うんうん、その海外の出張先のさやっぱり税関でさ、うんうんうん、What is this? なんて言われちゃってさレンタル DVD ってことだよねあなたはそれ何を落ち込もうとしてんのみたいなことだよね、うん、レントえと思った。レンタル DVD をなぜ私たちの国に持ち込むかみたいな、確かにね、うん、本当よね、うん、これを販売しようとしてるのかみたいなことになっちゃうよね、うん、ノー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 なんて言って、うんうん、延滞料金もったいない全然通じないしさ、あとこの状況だって説明できないもんね、なんて、なんて、なんて思ったよね、うん、でほら仕事仲間はさ、安住さんなんかいけないものでも持ち込もうとしてるんですかなんて言って、税関で長らくお捕まりになってますけどみたいな時間かかってましたけど、時間かかってるなみたいな、知ってます、ビデオショップって当時の話ですけど7泊8日で390円とか格安ですよね、安い旧作とかだとなんか120円とかで借りられた時代ありましたよね。で延長になると急に高くなるじゃないですか。でビデオショップの利益って延滞料金で出してるんですよね。っていうことは世の中ってのは一部のだらしない人のおかげで回ってるってことなんですよ。だからだらしない人に対しての敬意を持ってほしいなと思いますいやこれ本当なんだって恐ろしいよ ね、 よね、そういうことでしょ。おかげさまですよね、おかげさまですよね。だからあんまりこの話広げちゃいけないけどさ、うん、お金借りてさ期日まで返せなかった時の料金が高かったりするけど、それで利益が出てるような場合もあるわけでしょ。だからさ、だらしない人のおかげでそれぞれ得してる人もいるんだなって考えると、うん、そうか悔しいって気持ちになるから絶対だらしない生活はしないようにしましょうそうですね、うん、あと敬意もですね、いろんな多様性に対して、多様性に対して、ね、うん、そうなのかななんて言って、そうなんですね、うん、ネットニュース書くときはどんな DVD か私言及してませんからね、もしそういう DVD だなんていうふうに書いたら私訴えちゃうからそうですよ、うんうん、中身わかんない前提でこれは何ですかって聞かれたんだもんね。よろしくお願いしますねそこはほら持ちつ持たれつだからお願いする、今後もうまくやっていきたいから。おかしいんですよね今後もうまくやりたいですね。おかしいですよね、こんな社用のメディアですよ、 AM ラジオなんてね、電波出してんですから都だから電波出してるよなのにですよ、ウェブメディアがラジオで喋ったことをもうねしゃぶり尽くして、ネットニュースになったりなんかして、おかしい、びっくりした、ね、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。何の話してたんだっけ、中澤さんのねロストバゲージの話ですよ。そうでした、ね、勉強になりました。本当にありがとうございます。お土産などもようやく手元に戻ってきたんですか。そうですね、はい、無事でした、ね、それからちょうど今週ですね、木曜日なんですけども、山口県に仕事で行ってきましたけども、萩市に行ってきました。山口そんなに下関以外あまり行ったことなかったんですけども、とってもいいとこですね。そうでしたか。あと山口のことを全然知らないことに気づきましたね、萩ってなんとなく萩ツアーの人気の観光地ですよね。そうです、明治維新を成し遂げた志士たちのふるさと、長州藩のね、はい、本拠地っていう感じですけども、イメージですね、イメージありますよね、松下村塾があってっていうイメージですよね。私本当に内陸の緑豊かな町だって勝手に思い込んでたんですよね。そしたらついてみたらもうバリバリの港町で、もうこれ以上ない港町ですね、水の町でした。
なんかそんなイメージありませんよね。萩がですか。萩が、はあ、そうですか、うん、関東でいうとね、小田原みたいなイメージですね。おー、もう本当にあのちょうど阿武川っていう川の三角州にありまして、うん、本当にあの三方を川に囲まれて一辺はに日本海側についてるんで、もう本当もうえって思いました。あ、このイメージなかったなと思って、一体何を聞かされてたんだろうと思いましたね。だからそう本当に、ね、魚が美味しい町でびっくりしましたね。日本海側ので最近あの萩の周りにあった漁港とか魚市場が全部統合されたんですよね。で今はなのであんまりね萩港ってあんまり聞かないなと思ったんだけど、うん、やっぱり20年ぐらい前にそういう統括した港ができて萩港、萩漁港、萩の魚市場ができたんで、その萩の魚市場がもう日本海側の魚という魚が全部集まってて、と思ってこれはいいところだなと思って。そうなんですね。ちょっとね、歴史の街っていうイメージしかありませんでしたけど、そうですね、すごく美味しい食べ物あるんだなと思って。そうなんだ、うん、でこれもほらあんまりね言うとまたちょっと波風立っちゃうけど、ちょっとまだほら外国人観光客が気づいてないから、ああ、うん、これはいいと思いましたよ、ただちょっと離れてるけどね、東京や大阪から行くにはなかなか交通が大変だけれども、おすすめですね。そうなんですね、うん、そうかそうか、なんか丘みたいなイメージがありました。萩はそうでしょ、うん、あの木造のね、そうそうそう、で城下町のまっすぐのね、はい、木造建築が残ってて、うん、江戸時代の古い地図がそのまま使える町っていうふうにね言われたりしますけども、うん、いやそうなんだと思って、水の都なんだ、うん、そうなんですよ、ちょっとね歴史だけじゃお腹いっぱいにならないからありがたいななんていう感じはね美味しいものでねしますよね。へで魚安いし本当に大げさじゃなくて東京大阪の3分の1ぐらいの値段で美味しい魚食べられますね。ちょっと通の方はぜひ行ってみてください。本当にそうですね、うん、行きたくなりました。そうですね、ちょっと萩つばの行くんですって言った人にはぜひね、うん、そういったあの歴史もいいけど魚が美味しいんでちょっと魚の美味しいところ少し調べていったらなんていうふうにアドバイスしてあげてください。そうですね、うん、ちょっとね時間できたらまたすぐにでも行きたいな、それぐらいの気持ちです。それでは今日のメッセージテーマはこちらです。小さな楽しみ。江戸川区のタピオカさん、女性の方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私の今の小さな楽しみは、元彼、今いい感じの人、仲良しな人、この3人のメンズが会社にいて、デスクの位置が私を正面にして3人がその前で並んでいることです。何？どういうこと？会社に行くとこの3人が私の前に並んでいるので、前に座るとセロトニンが分泌され仕事も頑張れます。ちなみにそれぞれ3人は私とどんな関係なのか知らないので、絶対バレてはいけないのです。かー、すごいね、3人並んでんだ。すごいですね。左から順番に元彼、今いい感じ、そして仲良しな人、強心臓ですね。強心臓だね。でも本当毎日楽しいだろうね、きっとね。楽しいでしょうね。なんか事件につながらないといいね、なんかね。すごいスリルだな。スリルがすごいね、お互い知らないんだもんね。でもあれでしょ、近いところで恋愛するっていうのはこういうスリルもなんか込みでいいとか言う人いるよね。あ、なるほどね。怖いね。そうですね。そうかね、小学生じゃないからね、小学生だったらそういうのあるけどね、なんかね社会人で、ね、ありますね。私昔あの結婚式の司会頼まれた時に、あの打ち合わせした時に新婦さんの方、お嫁さんの方から花嫁さんの方から、あのスピーチする人はこの人とこの人でこの人ですって言って、あのテーブルスピーチっていうのかな、その、はい、急遽ご指名ですけれどもみたいな感じで、こうちょっと簡単にインタビュー形式でのスピーチを3人くらいお願いしますって言われて、はい、とはいえやっぱり少し予定立てておきたいから、うんうん、どの人ですかって、この人とこの人とこの人って言われて、席次表を見てちょっと丸つけたりなんかする準備してたんですよね。そしたらその花嫁さんが、これ前も話したと思いますけど、でこの人はどういう関係なんですかみたいな話をちょっと事前にね、はい、聞いとかないと詰まった時に困るからと思って聞いてたら、 その人があの新郎がその打ち合わせから外したときに、あのこの人私の元彼なんで、どうしてもあの
今日の出席者の前で喋らせたいんですって言って、ごめん今日の放送なんかトゲがあるね、大丈夫喋らせあちょ、うん、へーと思ったよね。そうですね、うん、あーやるなと思ったね。そうですね、うん、わーすげーなと思ったよね。そうですね、うん、式は滞りなく、あ滞りなくだけど、うん、もう唯一緊張してたの俺だよね司会の俺が膝ガクガクだよね、一番心臓弱いからさあーなんつって、あととととととと突然ではございますがなんつって、あよろしいですかなんて、ご関係はご関係はあーそうですか、あはいなんて言って、本当にいい日になりましたねおめでとうございますなんつって、そそくさそそくさそそくさっていう、ね、頑張ったっていうすごいなと思いました、ね、そうですね、いろいろありますね、いろいろありますね、こういうことやる人いるからね、そうなんですね、いいと思いますよ、はい、大阪府片野市の苗木さん、男性の方ありがとうございます。ありがとうございます。私の仕事中の小さな楽しみといえば他の人の電話メモを見ることです、電話応対しながらよく紙に話の内容をはしょって書きますね、あれって単語だけだったり省略した一言がランダムに書かれてあって他人が見ると意味が分かりません。隣の後輩のデスクに置いてあった電話のメモを覗いてみました、はい、そこに書かれていたのはアフロの人、印刷ミスかも、600万やば、明日無理、地獄アウト、何これクレーム何も言ってこなかったけど大丈夫かよ。他にも女子社員の電話メモに書いてあった謎の言葉で言うと、見積もり、うるさい、納期知らん、八つ墓村やれ、20時ドリフ、横田さんモノマネ、ジンバブエ1兆ドル、温泉が出ない、カレーうどんなどなど、仕事中何やってんだよ、そんな気持ちになりました。どんな電話のやり取りがあってこんなメモ書きするのかよく分かりません。でも謎が謎を呼んで面白いものですね。すごい、そうね、すごいですね、ちょっとなんかバラエティ、本当にその電話の内容じゃない、ちょっとなんかねこう集中力変えた時に書いちゃう単語もあったりするもんね。そうか、そうですね、そうだよね、いやすごい面白いよね。面白いですね。あとさ、ちょっと悪趣味だけど、あのホテルに泊まった時にホテルに備え付けのメモってあるじゃない、電話の横とかに。そうですね、ものすごい筆圧の強い人が前メモ使って、その筆圧が次のページに残ってる時に、はい、筆圧強い人いたなみたいな風に思うんだけど、ちょっとなんかホテルで退屈な時にさ、なんか何書いてあるのかななんてさで鉛筆でシャーって言ってこうさ書くと字が浮き上がってくるよね、それを一回やったことあるな、なんかこう推理小説みたいな ね、 そうね、ダイイングメッセージ出てこないかなみたいな、ね、はい、ちょっとそういう時あれ悪趣味だけどさ、やっぱちょっと気になってね、面白いですよね、でちょっとそれを自分のメモとして使うのもなんかね気が引けるから、なんか、まあ、捨てるんだけど、気になるシャーなんつってね、皆さんからのメッセージお待ちしています。メッセージの受付電話番号は03-3584-0954、ファックスの番号は03-5562-0954、メールアドレスは日いてん@tbs.co.jp、 nichiten で日いてんと綴ります。抽選で5名の方に日いてんノート、3名の方にはカルピスセットをプレゼント。さらにメッセージを紹介したすべての方にイラストレーター総留恵子さん作のオリジナルポストカード、甘酸っぱいは体にいいをお送りしています。今日のテーマは小さな楽しみ、皆さんからのメッセージお待ちしています。ダムの貯水率気になっていると思います。利根川水系旧ダム、先週の 66% から 1.0 増えて今週は 67% となっています。 50% を切りますと取水制限が検討されるということです。水は大事に使いましょう。そして神奈川ですが、神奈川の4つのダムは現在 93%、 さすがとしか言いようがありません。日天お出かけリサーチ中継コーナー、今朝は楠葉恵美さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。 JR 青梅線昭島駅から歩いて5分ほどの森パークアウトドアビレッジに来ています。こちらで八王子産のパッションフルーツが味わえるイベントがこの後11時から始まるんです。生産者の町田博一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
このパッションフルーツっていうと、はい、沖縄とか南国のイメージがありますけど、はい、八王子で育つんですね。そうですね、あの八王子の名産にしたくて12年前から作っています。大分市内でですね、あの浸透してきて、はい、八王子の名産はと聞いたら市民はパッションフルーツと言ってくれるはずです。ちょっとちょうど今日ね、昭島でのイベントなので、はい、あの道行く人に確認は今できないんですけど、そうですね、はい、八王子でちょっと聞いてみますね。残念です。でもどうしてパッションフルーツにしたんですか？はい、あの最初は鶴の多さからグリーンカーテンにしようとして育て始めました。はい、でも実際あの実の方を食べてみたら美味しくできていて、うん、生産量もですね、多い鹿児島県や沖縄と旬を迎える時期も違うので、うん、ちょうどいいなと思い作り始めました。あのこちらではパッションフルーツのもぎ取り体験というのもあって、うん、あの実際実ってるような形でちょっと持ってきてる部分があるんですよね。はい、本当につるが立派、そうです、ね、ゴーヤかのようにゴーヤのカーテンみたいに立派 で、 ゴーヤの実のような感じになってるんですか？なってます。ぶるさがってたわわになっていて、あの紫色のレモンサイズ、リンゴ、そうです、プラムっぽい色の、プラムっぽい、はい、レモンやアボカドぐらいかなっていうつるっとした実で、うん、いっぱい実ってます。初めてこうやって実ってるのを見たんですけど、はい、パッションフルーツって育てるのは難しいんですか？そうですね、あの南国のフルーツなんですけど暑さにすごい弱いんですね。だからあの今年の夏はちょっと暑すぎて収穫量の方は減りそうなんですが、あのパッションフルーツの実自体の出来はすごくいいので、あの皆さんに食べてもらえたなと思っています。これつるからはハサミでちょんって切って収穫するんですか？あ、はい、あのパッションフルーツはあの熟すとあの勝手に落ちるんですけど、でこの時期はあの毎日 2,3 回ですかね、あの畑の方に行って落ちる実を取っています。落ちる前にキャッチみたいな感じで取りに行ってる。はい、ね、はい、はあ、あの味の特徴は八王子さんはどんな感じなんですか？はい、あの甘みと酸味のバランスが良くて大きさも大きいので、ぜひ食べてください。はい、いただきます。今まで思い返せば加工されたものしか食べたことがない気がするんですけど、中半分に切ると本当に綺麗な何色、オレンジ、そうですね、オレンジクリアーなオレンジ色で、はい、本当ゼリーみたい、はい、大きさ野球ボールくらいだよね。そうです、野球ボールよりほんのちょっと、そうですね、ちょっと小さいぐらいです、小さいかなぐらいです。はい、を半分に切って、はい、今からスプーンで掘って食べる、うん、これこのまま食べていいんですか？そうです、あの納豆みたいによくかき混ぜてもらって種ごとですね、ポリポリ食べてもらえると、はい、混ぜます。あ、チュルチュルジュルジュル、わー、こんなにウニっぽい色でね。うわ、確かに、しかもウニっぽ、なんかこんなに柔らかく混ざってくんですね。うん、そうですね、ジューシー、いただきます。はい、うん、おいしい、うん、プチュプチュパリパリ、そうです、それ種です、ね、種も、はい、うわ、あ、酸味も爽やか、はい、え、このまま食べる以外おすすめは？そうですね、あのバニラアイスの上に乗せてもらったり、まあ、ヨーグルトの中に入れてもらってかき混ぜてもらって食べると本当に美味しいですね。一つおいくらくらいですか？あ、八王子では250円ぐらいで売っています。250円、はい。イベントはこの後11時から午後3時までで、9月末までは JA 八王子ですとか市内のスーパーや道の駅でも買うことができます。詳しくは八王子パッションフルーツ生産組合のホームページご覧ください。町田さん、ありがとうございました。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 時刻は10時39分です。さばいて日展、今朝の担当柴田修一さんです。おはようございます。よろしくお願いします。まずは先週の主な出来事をまとめた日展ニュースフラッシュからです。8月22日火曜日、北海道で牛60頭以上を襲った OSO18 の呼び名で知られたオスのヒグマが先月の末に駆除されていたことが分かりました。23日水曜日、夏の甲子園決勝、神奈川代表慶応義塾が宮城仙台育英を破って107年ぶりの優勝を果たしました。24日木曜日、福島第一原発で処理水の海洋放出が始まりました。作業の完了にはおよそ30年を要する見通しです。同じく木曜日、エンゼルス大谷翔平選手が右肘靭帯を損傷して今シーズンの残り試合は打者に専念することになりました。再手術を含めて治療法を探ることになります。25日金曜日、ロシアプーチン大統領は反乱を起こしたプリゴジン氏が死亡したことを認めました。乗っていた飛行機が墜落したとされていますが真相は分かっていません。おしまいは昨日26日土曜日、
世界陸上女子やり投げで北口榛花選手が優勝しました。フィールド種目での金メダルは世界陸上オリンピックを通じて日本女子初の快挙です。先週の主なニュースでした。さて今日詳しくお伝えするお話はこちらです。通勤通学の新たな選択肢。昨日ですね、75年ぶりに新路線での路面電車が開通した栃木県の宇都宮市、はい、で、道路渋滞が激しいということだったんですね、同じ通勤ラッシュ道路渋滞が激しいことで知られる東京の街に電車でもバスでもない新たな交通手段が加わるということ。東京で電車でもバスでもない、はいはい、10月からなんですけど。10月から何でしょう。路面電車でもない、うん、ドローンヘリコプターでもないあ、新しいな実は船なんです。船に乗って会社や学校に向かう時代がやってくると。東京の街と船、あまりまあイメージ的にないかもしれないんですが、かつてはですね、水と水の都とも呼ばれたほどですね、舟運、船の運送ですね、これは身近な存在でした。で、今も川や運河沿いには船着き場が多く残っていますよね。ありますね。神田川なんか多いんですけどね。そんなかつての交通インフラを活用してですね、ラッシュを分散できないかということがまあ考えられています。ここ5年ほど東京都が実証実験を行ってきました。まあ、そんな船通勤というか船通勤がついに実現することになりました。都が今年の10月から運行開始を発表しています。10月の運行、10月です、もうすぐですね、はい、これまで豊洲お台場、それから五反田天王洲などさまざまなルートで実験が行われてきたんですが、東京都は2つの航路を採用しました。まず10月に開業するのは日本橋と豊洲の間、次いで来年の春になりますが、日の出とオリンピックの選手村があった晴海を結ぶルートが開業します。日の出と晴海、はい、はあ、ちょこれ近いんですけどね、実際に地図で見るとね、気になる運賃はまだ発表されていません。しかし一部報道によると500円ほどになるのではないかという見込みですね。ではこの新たな交通手段、多くの人が利用して混雑緩和の一助となるのかどうか、交通技術ライターの川辺健一さんは、普及の鍵は着席できて所要時間が鉄道やバスと同等かそれ以下であること、そうですね、これがまあ成功の鍵。ちなみに日本橋から豊洲の場合ですね、はい、船での所要時間は30分強、で同じ区間を地下鉄で行くと乗り換え1回でおよそ20分で運賃は178円、まあ、今のところねちょっと陸上に利があるかなという感じがします。そうですね、はい、ちょっとね、はい、安いタクシーみたいなぐらいそれぐらいのイメージで、で通勤だけでなく観光にも使えそうだということで、はい、乗ってみたい人もいると思いますけれども、一方で今回の都の発表で一つ気になることがありました。採用された2つのルートの運行事業者、はい、どこが担当するのか、日本橋豊洲ルートは三井不動産、三井不動産、はい、日の出晴海ルートは野村不動産、野村不動産、あれ一見船とは関係ないよねという会社ですが、一体これはどういうわけなのか。船が結ぶ町、この町にいい理由が見えてきます。まずは日本橋豊洲ルート、両方の町を代表する商業施設コレド日本橋、ララポート豊洲はどちらも開発が三井不動産、現在東京駅から日本橋一帯の再開発を進めているんですね、はい、で一方で、野村不動産は現在建て替え中の貿易センタービル浜松町、はい、はあ、浜松町と芝浦エリアの開発を手掛けています。でこのために玄関口がですね、船着き場がある日の出、はいはい、で羽田空港と10分で結ぶ水上輸送の構想もささやかれているということなんですね。うまくいけばじゃあ浜松町からモノレールの代わりに野村不動産の運行する船で羽田空港までみたいなことも考えられる、ということも考えられる。でこれはオリンピックの時にですね、この間のね東京オリンピック、まあ、観客がいませんでしたから実現しませんでしたが、そういう時に、まあ、考えられてた構想ですね、これね。また豊洲と晴海といえば両者の分譲マンションが多い町なんですけれども、晴海は鉄道の駅がない、はい、で豊洲は唯一地下鉄の有楽町線の混雑が激しくなっているということで、うん、共に現在の交通事情が優れた町とは言い難いところがある、で反面ですね、新しいマンションが次々に建つ都心の数少ないエリアでもある。
だからマンションのお客さん、あるいはそう住民、この人たちがどうやったらうまく都心に通えるかなということですね。で、交通アクセスを良くすることは手っ取り早く不動産価値を高める方法である。で、異業種の船、集運への参入はこんな狙いもあるはずだと川辺さんは指摘していますね。まあ、さまざまな思惑も交錯する東京の新たな風景、船通勤、どういうふうになるでしょうかね。今年のとにかく10月からも始まりますから、そろそろ値段とルートも発表してもらってどこにふらつき場があるか、ね、そうですよ ねいいよねというところですが、あとどれくらいの便が出るのか、そうなんです、時刻表がね、そうそうそう、1時間に1本なのか、そうそう、5分に1本なのか、それじゃ何もないというところ、そうですよね、やっぱ着席できるってこう、新たな風景を見ながら通勤っていうのがいいですね。そうですよね、そうです、船の中が多分マンションの広告があるだろうなっていうのは想像つきますね。なので、ね、桜の季節なんかにいいかなと、もし桜の花があればね。そうですね。担当柴田修一さんでした。ありがとうございました。失礼しました。今日も気温が高くなりそうです。スタジオなります赤坂、現在気温が31度あります。なかなか今年の夏は本当に終わりませんね。メッセージテーマ、小さな楽しみです。流山市のゴリラパンチさん、28歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私の小さな楽しみは除湿機にたまった水を捨てることです。あ、気持ちわかる。というのも数年前から在宅勤務が続いているのですが、雨の日の湿度の高さにしびれを切らし、今年ついに除湿機を購入しました。これがなかなか面白いのです。7.5 畳の部屋に置いているのですが、雨の日だと半日で2リットルくらいの水がたまります。2リットルもたまるんだ。 そしてその水を一気に流して捨てるとき、こんなにたくさんの水が空気中にあるなんてと驚きとともに少し愛おしい気持ちにもなります。見えない水が集められるその姿が気になり、仕事中でも1時間に1回どれだけ水がたまっているのかをチェックしています。毎日仕事に追われている中で、これが私の小さな楽しみです。楽しそうですね、そんなに目に見えて、ね、1日で2リットルたまるんですって。まあね、なんとなくね、こう自分の何ですか、他人から見ると違うんだけども、自分の体から出るものとかに愛おしさみたいなのを感じる場合が多いもんね。究極の自己愛っていうかさ。でもこれは空気中の、まあ、空気中だけど、これ自分の部屋のものだからなんかそれもあるかな。ちょっとね、お別れが寂しい、お別れが寂しい、自分の部屋で撮れたものだからっていう感じ、そうね。私は都内走ってる電車とかね、山手線とかで、あのエアコン車内入ってると、当然そのエアコンで取った水分っていうのをこう車両の外に出してますよ ね。あれが真夏になると結構あの雨どいみたいなとこからものすごい勢いでこうブワシャーってこう出しながら走っている、最強戦とか見るとなんか戦ってる関東に住んでる人戦ってるっていう気持ちになるよね。なりますね、ジャバ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 出てますよね。あれがなんかもうそのなんていうの、電車の汗のように見えるよね。なるほどね、グッときちゃう、グッときちゃう、はーと思っちゃう、戦っとる、チャ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 ってね、すごい出てるもんね。9歳の柏市のかえさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。9歳でほんと食べちゃいたい、ありがとう。かわいいですね。皆さんこんにちは、こんにちは、ありがとうございます。いつも習い事に行く車の中で家族で聞いています。あら、ありがとう。何の習い事かしら、私の小さな楽しみはお菓子のジャイアントカプリコを丸々1個食べきることです。今まではどうせ食べきれないからとカプリコミニしか食べたことがないのですの、もうすぐ10歳になるので9歳のうちにジャイアントカプリコを完食したいです、いいですね、美味しいよね。いちごおすすめです、安住紳一郎の日曜天国。火のないところに煙は立たぬ、毛のないところに寝癖は立たぬ、気のない返事に予定が立たぬの日曜日。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。 時刻は11時です。この後は今日のゲスト、演歌歌手大江豊さんをお迎えします。お楽しみに。
それでは今日のゲストです。演歌歌手大江豊さんです。おはようございます。恐れ入ります。大江豊でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、4回目の出演になります。呼んでいただきました。ありがとうございます。はい、前回はね、別のスタジオからの出演だったんでガラス越しでしたけども。そうですね、ちょっと寂しかったんでございますけども今日はじっくりとお顔見させていただきます。はい、なんかずいぶん痩せたね大江くん。はい、135キロあったんですけども。135あったんだ。はい、それが今95でございます。40キロ。はい、ダイエットしたの？ダイエットいたしました。それは立派だね。はい、本当ですか。また褒めていただいて。いやもうだから顔が見違えたねなんかね。本当ですか。シュッとしてお顔が小さく、男ぶりが上がったよ。まあ、本当にその上手ですよね、いつも。いや、すいません。本当ですよ。やっぱりちょっと体重落とした方がいいかなと。そうですね、もう30超えましたので。そうか、33で次4になるんです。うん、そうだろうね。なので、うん、ちょっと体のことも考えました。ねえ、はい、どういうふうに体重を落としたの？ですね、鍋ダイエットさせていただいて、はい、まあ、野菜基本いただきまして、自分で作ってですね、自炊して。自炊です。はい、おうどんたまに食べましたけど。ダメじゃん、うどん食べたら。はい、そうですね。はい、じゃあ鍋にして野菜たくさん食べようと。そうですね、野菜を基本的に取りたいなと思いまして、はい、させていただきました。何味で？いろんなポン酢であったりですね、はい、ごまであったり、はい、あと、はい、その他させていただきました。素晴らしい。期間どれくらいで？1年で。はい、それはコロナでもね、いろいろ仕事のこともあったのに大変な中、そうですね、やはりこの演歌というお仕事をさせていただいて、はい、やっぱお年寄りが多いじゃないですか。はい、でコンサートもさせていただくんですけども、ご家族の方が止められるということで、コンサートにおじいちゃんおばあちゃんまだ早いんじゃないって、まだ早いんじゃないって、まだ響いております。うん、はい、そうね、はい、いやだからそんな中でね、自分の体重も少しね、はい、頑張ってということで。ありがとうございます。今話ありましたけど、はい、今年33で来年が34？ もう今年11月で11月で34？はい、なります。はい、なんです。初めてね、大江さん、まあ、大江くんって言いますけど、大江くんと会ったのまだ16歳。そうですね。え、はい、早いですね。あっという間だったね。はい、ありがとうございます。いや、大江豊さんのプロフィールですが、はい、1989年大阪府岸和田市の出身。祖父熊蔵さんの歌う演歌を子守歌として育ち、スナックで拳を回すようになります。2007年さんまのスーパーカラクリテレビの替え歌甲子園への出場が話題となり、2009年ノロマ大賞でデビュー。今年歌手生活15周年を迎えます。はい、15周年、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。もう15年北島先生のもとで歌手にさせていただいて立ちました。はい、もうでも北島事務所は出られたんでしょ？そうですね、今年の春、無事、はい、卒業ということで、はい、いろいろありましたけども、はいはい、寂しい気持ちもありながらだけれども、まあ、そうですね、寂しいのが一番ですね。そうね、はい、大好きな先生とお別れするっていうのが、はい、当時はカラクリテレビで私がリポーターやってたんで、はい、当時高校生の大江くんと全国各地いろいろね回りましたね。回ってね、演歌を知る旅ということで。そう、はい、そうだったんですね。未だにあの時のイメージで見てしまうんで、はい、もう自分の弟のようにしか見えないんで、ごめんなさいね。もう15周年を迎えた歌手。いやいやいや、そんなもんやめてください。本当、はい、いや、そう言ってくれると嬉しいけど、やめてください。もうね、はい、この間長崎で仕事行った時に、はい、大江くんと一緒に佐賀の有田に行ったでしょ、覚えてる？行きました行きました。なんか懐かしくなってね、ちょっと帰り足伸ばして、はい、大江くんと回ったところね、見てきたんですよ。本当ですか？すごい嬉しいです。そう、はい、いやなんかいろいろやったなと思ってね。いや、有田が一番辛かったですね。そうです
もうなんていうんだ、有田焼の一からということで、うん、石をカン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 するんですよね、金槌で、うん、それで石を崩して、そうそう、粘土作ってね、粘土細かくして粘土を作ってっていう作業ですよね、うんうん、そう、暑い中やりましたね。そうね、暑かったね、はい、そうやりましたやりました。そして人間国宝の有田焼のね、大名人のところに話聞きに行こうと思ったら、大名人が寝ちゃってて、起きるの次いつですかって聞いたら3日後ですって言われたんだよね。懐かしいですね。本当です。1回ほらもう釜焼くじゃない、するともう24時間とか48時間ぐらいこう寝ずのバーンしてるんで、一回釜出しするともうその後はもうしばらくね、そうそう、ずっとお休みに入るって言って声かけちゃいけないんですよなんて言われて、大変な仕事なんだなと思ってね。そうですね。そうですか、はい。あとは最近は岸和田には帰りましたか？そうですね、うん、もうお正月ぐらいしか帰れないですね。お盆も少し時間があったのでお墓参りだけは、はい、欠かさないで帰りましたけども、うん、はい、うん、なかなか1年に1回2回しか家族には会えないので、 それがやっぱり、うん、はい、ホームシックです。時間作ってね、じゃあね、はい、岸和田にたまに帰れるといいですね。そうですね、うん、お泊りいただいて実家に、そうそうそんなこともあったんですね。そうですよ、大江くんの実家にね、2階ね、2階ですね、うん、あそこのパチンコ屋の駐車場、そうです、近道してね、そうです、うん、まあ、入り込んでですね、入り込んでね、はい、そう、とあのね、あの正面玄関から入るとちょっとね、遠回りになるから、パチンコ屋さんの駐車場を横切ってそこからなんか塀を乗り越えてくれって言われてあの当時ですね、あの当時ですね、あ、ごめんなさいね、はい、あ、そういうこと言えるようになったのね、はい、はい、そうです、あの当時ね、あの当時です。今はもうね、フェンス張られてますので誰も遠回りしなくちゃいけないんです。ごめんごめん、余計なこと言っちゃった悪かった。そうそうそう、はい、ねえ、さて今日は大江隆さんにお話しいただくテーマこちらです、はい、ノロマ大賞の15年、まずは一気に紹介します。ノロマ大賞の15年、その1、北島先生の香水、その2、北海道での仕事、その3、カラオケが原点、以上の3つです。一つ目は北島先生の香水、これはどういうことですか？ですね、僕も劇場公演っていうのが北島先生で1ヶ月公演がなさってた時がありまして、はい、歌とお芝居とね、はい、はい、その時にいろいろと先生のお付きを僕させていただいて、うん、ちょっとダウンした時期がありまして、はい、ちょっとパニック障害を起こして、大江くんがね、はい、うん、その時に先生に、はい、俺のそばにいれば大丈夫だからということで、ね、僕先生の付き人をさせていただいて、はい、俺の楽屋で寝てていいよっつって、嬉しいね、はい、ずっと寝てましたけど、やめなさい、はい、その時にやっぱり朝から出てきてますから、うん、先生来られる前に、うん、あ、自分がなんか北島先生になりたくて、はい、それで目の前に香水があったんですね、北島先生の、はい、北島三郎さんの、はい、なかなか手に入らない香水で、今売ってないのかな、今多分もう製造されてないと思うんです、まとめて先生はもう買われたんですけども、その香水は、普通は2節ぐらいなんですけど、うん、はい、10ぐらいやったんですよそうしますと、うん、朝からですから、はい、劇団、北島劇団っていうのが皆さんが、うん、ね、ありまして、はい、で廊下を僕歩いたんですよ、うん、そしたら香って北島さんのいつもの香水の匂いが、そう、先生が早く来たってみんな出てきてしまってじゃあ本当に大騒ぎになってしまったんですよ。それはそうなるね、慌てますね、うん、それで先生のお付きの女性の方なんですけども、うん、ダメよ、先生の香水は絶対使っちゃダメって言って叱られた思い出があります、うん大江くんらしいね悪気があったわけじゃないんですよ、ないんだよね、はい、ちょっとね目に入ったんで、どんなもんかなと思ってね、はい、ちょっと10プッシュは多かったねすごい匂いになってですね先生来られても匂ってました僕違いますって言ったんですけども、バレたでしょ、でもバレました、そうだよねありましたね、はい懐かしいこといろいろ思い出しちゃうけど、はい、北島三郎さんに憧れて
出身が尻内町だよね。そうです、北海道の函館のね、はい、で一緒に先生のさ生まれた家を探して行ってみようなんて言って大江くんと一緒に番組で行ったんだよね。そしたらあの本当になんかあの木造の建築のすごくこう雰囲気のある、そうです、で近所の人に聞いたらここだって言うから、うん、ああここなんだと思ってね、そうです、もう大江くんが拝み倒してさ、うん、草むしりしてね、そうそう、でちょっとあのね道端のあの敷石のとこに草が出てたから大江くんなんかさ、はい、もうさそれもうこんな手入れが行き届かないのは良くないなんつって草むしりとかやってたらさ、はい、隣の家だったね立派な隣にまた先生の甘党の色のピンクのご自宅が新しい家がありました。そうそう、ね、はい、ありました、思い出ですね、びっくりしたね、はい、うん、てっきりここだと思ってたんでね、そうです、はい、勝手にさすごい北島三郎さん苦労してたからさこの家に違いないと思った聖火って言ってたんで、ね、そうだよね、ねえ、なるほどね、聖火あのなんて言うんですか、あの平屋の、うん、そう、そういうところなのかなと思ったら、うん、もう3階建てでした。そうだよね、はい、うん、ピンクはね、まさかピンクだと思ってなかったからささて大江さんにお話を聞いています。野呂間大賞の15年、はい、2つ目は北海道での仕事、これは何でしょうか。あのですね、北海道で今年お仕事をさせていただいて、ええ、足尾路っていうところですかね、うん、足尾路、はい、うん、そちらの方にちょっと仕事で行きまして、あ、5時間がございましたので、ええ、僕あの道の駅に伺ったんですね、足尾路の、はい、楽しいじゃないですか、いいね、そういう町のなんか物産品とか見させていただいて、はい、うん、そしたら、はい、僕知らないうちにお財布を落としてたみたいで、あらら、はい、でそれはまあ気づいたのは 2,3 日後だったんですけども、遅いね、いや本当に北山武さんと一緒に行動してますから、はい、あんまり財布出すことって僕なかった。そうか、兄弟子だから、うん、まあ、何でも出してくれるからすみません、お兄さんが、はい、お兄さんなんかアイスクリーム食べたいって言ったら、うん、いや豊か買うよってくださって、可愛がられ今でもそんな感じなんですけどもいい、ね、うん、でそんな形でちょうど家に着いて、はい、東京の家に着いた時に、うん、鍵がないってなるんです、はい、僕鍵も全部あのお財布に入れてるんです、あらら、うん、でアパートに入れない、うん、もう大変なことになってですね、管理員さんに電話して、うん、で家主さんに電話して、はい、お願いします来てくださいって、うん、家に入れませんって言って、はい、なんかお料金かかりましたけども、うん、そうだね、はい、でも財布がまだ見つからないんですよね。あららら、どこで落としたかな。足尾です。足尾で？足尾路の、うん、その警察で、うん、あのお届け物が、はい、大江さんのお届け物がありましたと。あ、連絡来た。はい。あ、よかった。僕財布にあの自分の電話番号貼り付けてますんで。でそれで電話が来てくださって、はい、住所と書いてるんで。よかったね。はい、ちゃんと名前も入れて、でそれが。うん、パッとかかってきて、大江さんの、うん、あのお財布預かってますって、ええ、警察の方から。よかったね、はい、やっぱり書くこと大事です ね、 ね、そうですね、はい、差し支えなければ中身は、中身は、うん、ございました。あ、よかったね、それはね、はい、すべて保険証も見つかりまして。保険証も入れてたの。はい、じゃあ本当に大変なもの落としたんだね。全部入ってました。よかったよ、それは。はい、もう本当幸せでございます。やっぱり北海道の方優しいですね。そうですね。相当もう。そうだね。そうだ。いやでも本当いい人に拾ってもらったんですよ。そうですね。やはり、うん、なので僕も感謝をしながら日々過ごしてました。ちょっとほら昔からね。はい。あなた忘れ物とか落とし物少し多い傾向にあるもんね。そうです、今年に入っても 2,3、うん、回ありますので。そうね、はい、気をつけた方がいいね。はい、わかりました。前ほら泊まりの仕事じゃないと思って現場に行ったらしばらく帰ってこれないことになって、はい、着替え持っていかなくて大変だったって話もあったでしょ。そうなんだ、今は便利になってるんで、うん、コンビニさんでいろいろと買えると思って行ったらサイズが全然なくて、下着、はい、うん、もう引っ張って引っ張って、うん、もうピチピチでも入りましたねえ、ちょっとね L サイズじゃ足りないかもしれないもんね。そうですね、もう引っ張っても破けそうでしたけどね、新しいもので失礼いたしました野呂間大賞の15年、おしまい3つ目はカラオケが原点、はい、
とにかくね歌が好きなんですよね。そうですね、やっぱり歌うことで、うん、自分の小さい頃からの夢でした北島先生のもとに入らさせていただいたので、はい、うん、この歌うことは今でも大好きです、ね、だから歌うし、なんていうんですか、楽しみ、自分のストレス解消がお仕事になったっていうのが、うん、本当今でも信じられないですね。そう、はい、本当に歌歌ってる時が一番楽しそうな顔してるもんね。そうです ね、はい、もう本当教え、なんていうんですか、お芝居とかの方があんまり好きじゃないんですけど、ね、そういうこと言わないの。あ、そうですか、すみませんねえ、はい、でも水曜日のダウンタウンとかでもああいうねちょっとほら仕掛け人役的なこともすごく評判だったじゃない。そうですね、よかったよね。いやいや本当に、うん、あの岸和田弁っていうか、はい、あの大阪岸和田の言葉を使ってくださいって言われた時に言いましてね、はい、ですごく人生の中で一番腹立ったことを思い出してくださいって、はい、それでああいう形になったんですけども ね、ちょっとね他の芸人さんを大江くんはとってもやばい人だっていう、実はそういう設定でドッキリ仕掛ける役だったんだけど、大阪の岸和田出身で体大きいから、はい、実はこういうねこういう優しい喋り方じゃなくて実は本当はなかなか怖い人だっていうふうに言われたらみんなそれ信じちゃったんだよね。本当です、上手にやったんですね。いや上手できてたかわからないですけども、うん、上手だったよ、うん、本当ですか、うん、もうとにかく切れてくださいって言われてあんまり切れることないんですけども想像つかないですよ、はい、そうしてると、こっちからやったらどうとか言って、本当に今でもチャンス大城さんから連絡ありません、はい、ありません。本当に怖がられちゃったもう今でも怖がってます、はい、さて大江くんにぜひスタジオで少し、はい、カラオケ100本ノックぜひちょっとあのみんなに大江くんの歌がね、はい、うまいってことぜひ知ってもらいたいんで、はい、ちょっとまた挑戦してもらえる？かしこまりました。もういろんなねジャンル普通にね、もうなんていうの、もう本当にあれだよ ね好きだからいろいろできるんだよね。歌が好きなんで、うん、そのジャンル問わず、うん、こうポップス系もなんかいけるのかなってチャレンジしたところを、はい、なんか皆さんに聞いていただいて、そうだよ、前回も楽しかった、はいね、ちょっとじゃあ準備してくれる？わかりました、なんかぶっつけ本番ですけどいいですか？お願いします、お願いします。ちょっとじゃあ喉を潤していただいて。そうですね、そうですね、かしこまりました。いやまたほら30キロ体重減ったから動きがなんか軽やかだもん、ね、あでもやっぱりお背中高くて、うん、そうでございますね、うん、なのでちょっと気持ちも楽になりましたので、はい、はい、精神的にもちょっと、そう、はい、ね、はい、じゃあ大江くんにはこの曲から言ってもらおうかな。ありがとうございました、素晴らしかった、いろいろ歌ってくれて嬉しかった、ありがとう、ありがとうございました。高橋真理子さん、ね、中澤さん初めて聞いたんじゃない？あ、大江さんの高橋真理子さん、うん、いいですね。ありがとうございます。もう安住さんとはあのカラオケとかでは、一緒に歌ったりしてですね、いろいろと、そうだね、聞き出しは安住さんご存知なんで、うん、ありがとうございます。ね、いいよね、またほら34になるからまたね、自分では謙遜してたけど、やっぱりそういうなんか味わいも出てきたから、ますますこれからファンの人たちね、喜んでくれる歌を歌えるんじゃない、ね、皆さんに愛していただきたいと思っております、ね、はい、いくら聞いててもいい、ずっとまたお上手ですね、本当にそうです。でもついねあのアクセル吹かしすぎたの、高橋真理子さんもねそんな歌い上げないでねって言ったのさ、最後もうあーなんて、そうですね、でも待ってる自分もいるの、そう、うん、そう、うん、恋恋なんですね、本当香水初めてあの、うん、この実演で歌ったの初めてなんで、そうなの、はい、それはありがとう、はい、うん、いいよ ね、 そうですね、恥ずかしいです、恥ずかしい、はい、うん、こういう曲な、緊張しちゃいました、すみません、そうね、うん、エイトさんはすごくギターでね、あの軽く歌う感じの、軽く歌なんですねまあ振られてる歌だからねすごい、君を追ってこうしかにゃ、別にってなりますから別にさあそれでは、はい、大江さんの新しい新曲ですね、日本クラウンから発売されます、はい、木の先しぐれ月、お聴きいただきましょう。大江豊さんの新曲木の先しぐれ月が
日本クラウンから税込み1400円で発売中です。デビュー15周年を迎えた大江裕さんが兵庫県の城崎温泉を舞台に恋愛の悲哀を歌い上げた王道湯の町演歌、ぜひチェックしてください。そして大江裕さんのファンクラブが設立されます。現在立ち上げ準備中とのことで、詳細はクラウンミュージックのホームページをご覧いただきたいと思います。15周年記念ディナーショーも福岡と栃木でやるのね。そうなんでございます。2月には岸和田、地元で2月18日予定なんですけども、おじいちゃんおばあちゃんお母さん、はい、恩返しのコンサートをさせていただきます。岸和田で、はい、それは嬉しい ね、 そうですね、はい、なのでもう感謝の気持ちを込めてこれからも歌っていきたいと思っております、うん、はい、福岡と栃木の12月のディナーショーは、はい、もう詳細決まってるんですか？これから詳細これからなんですけども、一応あの北島先生の原点となりました、はい、いろいろ小さい頃からのおじいちゃんから教えてもらった曲とかを、うん、はい、まあ、今回は歌をじっくりと聴いていただきたいなと、うん、そうですか、はい、なのでちょっと今日は高橋真理子さんの歌とか歌ったんで、うん、ちょっと入れてみようかなと思います。いいですね、はい、うん、ぜひぜひ聴きたい、うん、お似合いです、はい、うん、はい、ディナーショー大丈夫？え、あなたがやるんでしょこれ？そうですよ。大丈夫なの？いや、わからないですちゃんとあれで、あの来たお客さんとかのほらトークでさ、いろいろあのうまくやるんだよ。いや、わからないですできるでしょうよ面白いですね。面白いですね、はい、本当に体気をつけてください、はい、またよろしくお願いします、はい、こちらこそです。いつもありがとうございます、はい、今日はゲストに大江裕さんをお迎えしました。ありがとうございました。失礼オーバーいたしました。ありがとうございました。安住紳一郎の日曜天国。旅は道連れ、世は情け。ナビが外れて周りが畑。お聞きの放送はカーラジオでもぜひ。FM905、AM954、TBS ラジオです。今日のメッセージテーマは小さな楽しみです。たくさんお便りいただいています。紹介してまいります。はい、宇都宮市のブロークンブロッコリーさん、27歳男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私の小さな楽しみは、昨日8月26日に宇都宮市で開業した路面電車 LRT に乗ることです宇都宮駅とお隣の芳賀町にある工業団地を結ぶ路面電車で、新規開業は国内で75年ぶりだとか。家の近くを通るわけではないので特に日常生活に変わりはありませんが、せっかく自分の住む町を通る新しい乗り物ですから、ほとぼりが冷めた頃に一度乗りに行こうと思っています。試運転を何度か見ましたが、黄色と黒のピカピカ車両でエヴァンゲリオンみたいです。線路に継ぎ目がないので静かでプリウスみたいな音がしました。ねえ、宇都宮に ね、そう路面電車ができたんですよね。そうですね、いやいいないいな、ワクワクしますね。14.6 キロを50分で結ぶということですね。目黒区のチョコミさん、32歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私の小さな楽しみは、友達と作ったオリジナルのビンゴを揃えることです。どういうことかというと、街の中で出会いそうなものを想像して作ったビンゴカードを友達と交換し、日常生活でそれらを見つけ先にビンゴになれば勝ちというものですはあ、友達と会っても外を散歩するだけの日が多かったコロナ禍に、このビンゴカードとのお出かけを考え遊び始めました。なかなかすごいね、なんかね、考えるんだ。すごい、もうすでになんか仕事の匂いがするよね、なんかね。うん、あ、確かに。出会いそうなものをどの程度の難易度に設定するかがなかなか難しく、初めて作ったビンゴカードはスタートして1分でビンゴが乱立するような状態でしたパッと思いつくような標識やガードレールって自分たちの想像以上に日常にあふれています。一方で難しくしすぎてしまうと、ビンゴを1つ作るのに半年かかったりします。最近はこの難しいバージョンを交換しており、日常生活ではキョロキョロしながら歩いています。すると渋谷は牛のイラストの看板が多い、いや下北沢は豚のイラストの看板が多いなど、普段気もつかないような発見もありますし、難易度を上げているためお目当てのものを見つけたときは街中でガッツポーズをするくらいものすごくテンションが上がります、はい、ちなみにトマトのイラスト、風緑、
アロエくらいが1週間くらいでできるちょうどいいラインです。皆さんもこの後散歩する際にぜひ探してみてください。まあね、9マスなのかもっと ね36マスなのか25マスなのか分かんないですが、まあそのありそうでなさそうなもの、はい、トマトのイラストとかね、それをお互い作って交換して、2つ並んでる公衆電話ボックスとか、分かんないけど、2つ並んでるポストとかね、そうね、はい、とかなんかそういうものを書いてたよね。あ、作るのもやるのも両方難しい、楽しいですね。なんか町おこしみたいなね、はい、作業にもなるしね。なりそう。へ、難しい、問題作るの難しい、なんかもうちょっとあれだよね、なんか東京新聞の夕刊とかでこれやってほしいよ ね、 なんかね、そうですね、それやるとなんかよしこれ一週間やってみようみたいな風になるかもしれない。いい企画ですね、いい企画かも。街中にね、昔ほら三浦淳さんが般若心経の文字の漢字を街中から探して、それを全部こう携帯のカメラに撮って、本当にこれが写メールで撮る写経だっていう ね、 そっちの写ですからなんつってね、言って完成させたもんね、やっぱりね。そうでしたね、ベビーカーを押しながらなさったって、ベビーカーをしながらあれも楽しそうでしたもんね。そうでしたよ、街の中から般若心経の漢字を一文字ずつ探し出してっていう、ねえ、色即是空とか ね、 そうそう、駐車場の空きの空とかね、空きありって無常だなんて、駐車場空きがあるってのはもう駐車場自体がもうすでに般若心経だなんて、奥深いなんつってね、空きありますってどういうことだと思いますかみたいなやってみたいなと思ったよね。忘れられない、忘れられないよね。港区の亮太さん、ありがとうございます。ありがとうございます。私は27歳の男性です。普段学校の教師をしています。そんな私の小さな楽しみは、夏休みや冬休みにランチを食べ歩くことです。普段は給食を食べているため、オフィスワーカーの皆さんが食べるようなランチにはありつくことができません。そのため給食のない長期休業中は、オフィスワーカーの皆さんの横でランチメニューを食べ歩くことが小さな楽しみです。今年の夏は1回2食を目標に食べ歩いていましたら、1回2食、2軒行くってことです か、 そうか。体重が5キロほどパワーアップしてしまいました。もうすぐ栄養バランスの整った給食が始まります。12月の冬休みまでこの楽しみを励みに頑張りたいと思います。あ、そうか、ランチタイムね、外で食事は学校の先生しないもんね。そうですね、そこで調節してまた休みの期間にいっぱい召し上がるんだ、面白いね。逆の立場からするとね、ちょっと給食食べてみたいって気持ちになりますけどもね。さて、先ほど私のレンタルビデオ店の話がありましたが、白石の宮古すわれさんからお便りいただいています。ありがとうございます。ちょっとね、こういう話は最近あんまりテレビメディアから聞こえたことがないんで、かなりエッジの効いた意見なので、皆さんもちょっとびっくりされると思うんですけど、はい、私ちょっとびっくりしたんでもう読んでしまいますね。はい、先ほどのレンタルビデオのお話の中で、ルーズな人のおかげで世の中は成り立っているというお話がありましたが、実はスポーツジムも私たち毎日通う会員ばかりではジムは潰れてしまうようです。会費だけ払い、月に1回くらいしか来ない会員でジムは成り立っています。結構そういう人がたくさんいます。レンタルビデオ屋さんと同じですね。はあ、本当にそうだと思うのね。しびれちゃうよね。本当しびれちゃう。ああ、そう、支えたな結構。そうね、はい、思えば自分はこれに貢献してるっていうものが何個かありますよね。その会費だけ払って全く行ってないとかさ、ポイント貯めたけど使ってないとかさ、そうなんかね、執行してるなみたいなね。そうですね、あら、資本主義怖いわ。本当ですね。たくさんのメッセージありがとうございました。安住紳一郎の日曜天国。ボロは着てても心は錦、ビキニ着てても体は小錦。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。 TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国、約2時間のお付き合いありがとうございました。1986年、昭和61年発売、チューブ。
シーズンインザサンに載せる今日の当選者の発表です。日地点オリジナルノートの当選者は東京都の香川ちゃん、のりたまさん、のりのりののりたまさん、横浜市の猫娘さん、長崎県りーちゃん、のんままさん、そしてカルピスセットの当選者は北区の平春さん、神奈川県のサックス吹きのピエロさん、長野県飯田市ひなこはママさんです。おめでとうございます。スタジオのあります赤坂、気温がちょっと下がって 30.8 度になりました。最近はね、急に雨がざーっと来る時もありますので、そうですね、ね、うん、ちょっとまだまだ暑い日続きますけども、どうぞ健やかにお過ごしください。それでは今日はこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。さよなら。毎週日曜朝10時から生放送、安住紳一郎の日曜天国。9月3日のゲストは俳優渡辺恵里さんです。メッセージテーマは私の勘違い、江戸作り醤油現場蔵をプレゼント。